1900年頃の中国人のクーリー行きの中で大陸横断鉄道建設のために働く中国人のクーリークーリーとは19世紀から20世紀初頭にかけての中国人、インド人を中心とするアジア系の移民もしくは出稼ぎの労働者である。主に大英帝国の植民地、旧植民地であるアメリカ合衆国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、 ペルー、南アフリカ共和国、スリランカ、マレーシア、ハワイ、フィジー、モーリシャス、レユニオン島、西インド諸島、香港、シンガポール、ロシア島で低賃金で過酷な労働を強いられた。クーリーの移民は、客党などのブローカー結社により組織的に行われ、こうした労働力を売買する商行為はクーリー貿易と呼ばれた。奴隷制度が廃止された後、 ヨーロッパ諸国の多くの植民地やアメリカで労働力が不足した。イギリスの植民地であったインドア大陸の貧民層やアヘン戦争後には関東、復権領省を中心にスワトーシ、アモイ、マカオなどから労働力としてのクーリーが世界各地に送られた。当初はインド人労働者を指した呼び名であったが、後に中国人労働者にクーリーという漢字を当てた。 アヘン戦争後に、清志がイギリスと結んだ南京条約や古門再追加条約、アメリカと結んだ防火条約など、列強と結んだ不平等条約に規定された領事裁判権によって、列強国人は、新国人を誘拐まがいに連れてくることが容易になり、そうした行為を代行する、新国人を保護することも簡単になり、貧乏農家の男の子を誘拐する手助けをし、 それを、新国政府が取り締まろうとするのを妨害した。アメリカは1847年と1849年に、クーリー貿易をアメリカ商社が行うことを禁止する法律を成立させたが、その条文には、アメリカ商社が外国の港から外国の港へ運ぶ行為を罰する規定はなかった。その抜け道を利用して、ラッセル商会、オリファント商会、 オーガスチンハード商会、ウェットモア商会といったアメリカ商社は、誘拐や関係によって集められた若い男性、労働者を、キューバやラテンアメリカ諸国に輸送した。オリファント紹介が、ペルー政府と結んだ契約書には、第三条ペルー政府は、オリファント紹介以外の会社とクーリー購入契約を、結ばない。オリファント紹介は最高品質のクーリーを厳選して、供給する。 第15条一石ごとに船積みされる、クーリーの数は500頭を下回らないことと記されている。アメリカ本土のクーリーは、アメリカ雇用を主に期限付きで奉公し、前金を返済し、次第自由になる契約移民やアメリカまでの船賃を、苦面して、新天地で金を探そうとやってきた自由移民という、形式をとっており、建前上は自由意志による移民であった。清は、 自国民が外国に出ることを禁止していたが、1868年7月28日に、アメリカのウィリアム・スワード国務長官と、元アメリカの中心講師で、真の外交施設の全権のアンソン・バーリンゲームによって、真の主権の尊重と全ての国が真と均等で、自由な通称ができることを確認したスワード、バーリンゲーム条約が結ばれた。その第5条は、 両国民の自由な移住を認めるというもので、スワード国務長官の狙いはカリフォルニアの労働力不足を解消することであった。後世の歴史家によって低賃金労働者供給条約と揶揄されている。アメリカには大陸横断鉄道建設の労働者などとして使われ、中国からカリフォルニアに10万人以上が送られた。オーストラリアやマレーシア、マダガスカルなどにも 各々10万人程度が移住したとされる。また、ロシアでもシベリア鉄道建設の労働者などとして10万人以上が送られた。こうした19世紀の移民によって、世界各地に過人社会の原型が形作られていった。正式な界隈渡航は、北京条約締結以降になるが、それまでにも事実上、中国からのクーリー輸出は行われていた。その背景は、 失業対策ともされる。クーリーは劣悪な環境で扱われたため、公開中や作業中に死亡することが多く、現地でも最下層の生活を送った。さらに、渡航費用などの諸経費はすべてクーリーの借財となる労働契約だったが、当時はブローカーの仲介なしに、他国での就職や定住は望めない実情があった。また日中戦争時には、 満州や日本の占領地でもクーリーが刺激されたが、第二次世界大戦後に、社会主義国家である、中華人民共和国が成立すると、事実上左国政策や、強制労働が取られ、自国に労働力が振り向けられることになり、クーリーは消滅した。ありがとうございます。